南種子町の種子島宇宙センターで行われた水ロケット大会です。これは宇宙センターに親しんでもらおうと毎年行われているもので、今年で11回目です。今年は種子島から小中学生25人が参加し、水ロケットのデザインや飛ばした距離で競い合いました。初めてなのに結構飛んで嬉しかったです。撮影は種子島の MBC ふるさと特派員西金雄さんでした。